V5 戦車、パンターの砲がに装備された状態の 7.5cm、KWK427.5cm、KWK42 は、第二次世界大戦中に、ドイツのラインメタルボルジヒ社によって開発された、戦車砲である。派生型として、パンター買い方の美砲として採用される予定であった 7.5cm、KWK44 と、自動装填装置を組み合わせた、 自動式速射砲とした 7.5cm KWK44-2 が存在する。VK30.02 用として1941年に発注されていた60後継砲が前身で、1942年に実施された射撃試験では射距離 1400m で30度の傾斜を備えた 100mm 厚の装甲板を貫徹できることが実証されていた。これを元に、 貫通力の強化のために70後継に延長して誕生したのが本法である。本法は v 号戦車、パンターやその式戦車型に搭載された。また、T ガー a 2型として T ガー I の101号車以降に搭載する計画も存在した。砲号戦車、70及びに搭載されたものは対戦車砲としての 正式名が与えられており、7.5cm パック42の名称で正式化されている、4号駆逐戦車のほか、E-25 駆逐戦車型や、駆逐戦車 38D ヘッザーへの搭載も計画されていた。1942年にヘラー社が試作した 7.5cm パック40、42からは、マズルブレーキを省略したものが採用された。 これらの方の最大の特徴は、極めて高い方向初速による大きな貫徹力であり、装甲貫徹力は t g r i の 8.8cm KWK-36 に勝っていた。1943年7月のクルスクの戦いで、本砲を搭載したパンターが、実戦投入された際には、敵の野戦砲や戦車砲のどれよりも高い装甲貫徹力を発揮。 使用する戦車兵にも高く評価された。7.5センチメートル KWKA42 は、激震ではなく、電気式雷館で発砲された。同時期のドイツの戦車砲や対戦車砲と同様、くさび型汚染は射撃後に空野球を排出した後は、開いたままとなり、新たな砲弾を装填すると、自動的に閉鎖する。この際、装填手は指を挟まれないように握り拳で砲弾を、 押し込むように教育されていた。本法をもとにし、KWK44 シリーズはいずれも中体複雑装置予報の側面から髪型もしくは下方へと変更しており、これはパンター買い方に搭載が予定されていたものに代表される前半部を絞ってより小型化されたシュマールトルム形状の宝刀に適合させるためのものである。ありがとうございます。